ご飯もしっかり食べるし、体重も、まあ、本の出た直後とかちょっと157すごいね、90超えてれば、はい、はい、難しいですね。一番最初に818だもん、ね、そうです、最初に、ね、食べれなくなってからだったので、その時の動きもいいです。100戻しましたよ、ね、この大きさで100はすごいですよね。すごいですよね、18歳でさ、100戻したってすごいですよね。で、スタイリングで100歩ですね。今ってさ、日光浴どうしてます？日光浴は朝の、ね、早い時間に10分とか15分とかそれくらいの短い時間で、そのベランダでしか火が今当たらないので、エアコンを止めて吹き出し口の風が当たらないようにして。そうね、熱中症ならないね。さすがに亀さん、さ、池の亀さんはさ、はい、暑くなれば池にポンと入るからいいんだけど、ね、この子でそういうわけにいかんからさ、短めにしてちょっとやってます。そう、はい、水抜いてやってますよね。水が茹だっちゃうからさ、はい、長いことやってると、なんか下にそれこそちょっと口つけるくらいの水がを入れてるんですか？あ、入れてます。でもいやで、まあ、もっと少ないくらいの水をちょっと今濁っちゃったんですけど、すいません、これちょっとざっと洗ってお水、はい、リンス少し入れて、うん、あれくらいの量の水を入れて、だから温度が熱くならなきゃいけない、ね、10分か20分だと熱くはならないけど、日が照ってるとさ、お湯が当然するとお願いします。じゃあ帰って入れない方がいい。そう、帰って入れない方がいいかもしれない、はい、じゃあ胸とお腹とお口100の3分、そうなんだよね、ゆだっちゃうことがあるからね、お風呂に入れば。まあ、10分や20分ならいいんだけど、はい、1時間とかやっちゃうと多分 ね、そう、天気が良ければ。そんな1時間とかエアコンを止めて、私たちが頑張ってくれる。いや、いいんですよ。短い時間でも。毎日やることがね、大事なんでね、はい。ありがとうございます。そうすると、水分量がまた。なんかちょっとゆっくり減らしていかないと、まあ一回上がっちゃったんだね、減らしてね。あ、そうですね。3ヶ月目安くらいです。また上げてみたいな。できればそのまま下げていきたいなと思いますので。1ヶ月後に入ってます。はい。だからまあ4週間ですね。はい、2週、はい、2週でね。はい。首伸びるね、やっぱ。してないでしょ。ごめんなさい。結構力があるし、爪痛いですよ。ごめんなさいね。はい、じゃあ、今日が7月の9。今日出す最初の方のやつが 0.67。フレドの部分ね。で、その後の2週目のやつ、3週4週目が 0.63。お尻あったかいけど。はい、じゃあこれで。はい、出してきますね。はい、じゃあこちらまた使っておいてくださいね、はい、触られるのに慣れて、なんかすごい脱力して薬用になったね、家でも。あ、そうなんですか。そう、まあ、最初の頃はすぐ首引っ込めてたのに、もうダラーンと。これをさ、つけないで、あとこれ消毒しない。はい、はい、じゃあ4週間分ね、これもやつで。高島君にさ、作ってもらってよ、中田さん。はい。うん、違う違う、お薬を。
4週間分とかってやつを高島君が作ってって言った。今じゃなくて。夕方取りに来ました。相方、いいですね。時間がいつも、ね、大変そうです。今日土曜日で、あの、多分患者さんも多いと思って。あと夕方に、わかりました。助かります。行きます。はい。じゃあ。